ちょっと届かないかもだけど、すげえライズしてる。なんかかな、上電線があるんだよな。ナッツチグ 25g。 わあ、パッコーンって言ってるよ。すげえな、バカバカ言ってんな。あっちの方がたくさんいるか。おお、届く届く。押した、おお、ヒットしたぞ。ボラではなかった。なんだこいつ。わあ、外れた。ちょっとでかすぎて全く寄る気配もなかった。なんでしょうか。多分今のやつはね、強くフッキングしなかったんで本人気がついてなかったよ。全然暴れなかった。青物かな。わあ、またヒットだ。これ無理できないんだよ今日。これミドルゲームのタックルで。よし、フックだけ差し込んどいて、ちょっとね、ここ下取り込みできないんで、ステージが。ちょっとカメラごと移動しようか。カメラごと移動します。取り込みできる場所。あ、テンション抜けちゃった。リールが負けない。ついてるかな、さかな。お、ついてるついてる。一人だと何かと大変ですな。よいしょ、おどっきだろう。これはでもネットがいるね。ネット堤防の先端なんだ。とりあえず姿だけ見てみようか。結構でかい魚かかってるよ。よし、シーバスだ。おお、行くね。おお、行く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 。ここ堤防上が狭いから立てないんだよね。まあのんびりファイトしましょう。竿はグリッサンド77インクスモデルのコンベ、センターカットの2ピースモデルです。PE がね、これ巻物系用のミドルで用意してきたから08しかないんだ。 0.85。 おお、引きからするとシーバスっぽいですね。至る所でボイルしてる。すげえところに来ちゃったな。よっしゃ、大したサイズじゃないのこれ。お、足元まで寄ってきた。おお、
近くまで来ると暴れるね。おお、映ってるかな。行く行く。よし、ちょっと照明つけよう。ファイトしてるうちに暗くなっちゃって。よし、今度明るいだろう。どうしよう。うん、ここね、向こうが先端なんだけど、そこへ玉編みを置いて、今カメラをね、堤防の先端に持っていく途中にボイルが見えたんで、一人は大変だ。わあ、見えてるよ。ヒラスズキか、これは。ヒラみたいだね。シーバスか。マルか。マルだな。ランディングできない。ちょっと、もう腹返したので、ベールフリーにして、玉編みを走って取ってきます。はあはあ言ってるでしょ。よし、魚まだついてるね。竿が揺れてるもん。いやー、なんてこった。今日はキャストテストぐらいのつもりで来たのに、さあ来い、戻ってこい。沖まで出たかな。また元気出してる。さすがにパワーないな。すんなり寄ってくる。よいしょ。よいしょ。お、止まった。お、また止まった。港湾なんでもゲームにはもう本当にこのグリスサンドならならって素晴らしい竿だよね。それの通ピで、しかもね、明るい時また見せるけど、ストローセッティングなんだよ、ガイドが。めっちゃ飛ぶ。よし、さあ、こんなんするの久しぶりだぞ。一人でネットランディングさ、届くのか。届かんぞ。よいしょ。まあ、土管長なんだよ、まあ、タイミング悪いことに。よいしょ。
もう見えない。よいしょよいしょ、うわあ、いるね。どれぐらいかな、60センチぐらいかな。よいしょ、あ、入らねえ。ダメか、高さが高すぎて。高すぎて玉編みが使えません。よいしょ、どこ行った、シーバス君。ちょっとほっとくと随分沖まで行くもんだな。よし、よし、気合入れていくぞ。よいしょ。ああ、こんな釣りやりたくないよ。くそ。ああ、疲れた。早く始末して逃がしてあげないと。ヘロヘロになってるけども。ああ、よく太ってる。太いぞ、こいつ。ほら、これ、太い。ヘトヘトになった。きつい。よいしょ。ちょっといっぺん下へ下ろしましょう。ふっとこれグリスサンドいいね。コンベこの太いやつが結構すんなり寄ってきた。よいしょよいしょ。まだヘッドランプも用意してないのに。
よし、よいしょ。まずフックはぞ。よいしょ。見えない。どうなってんだ。こっちか。15。よし、よいしょ。お、太いんだ。太い。いよいよ。なんで無理だ、こんなことすんの。疲れた。ほら、太いんだわ。もうちょっと明るすぎるかな。へい。よし、リリースしよう。あ、疲れた。はあ、はあ。